チャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。はい、今日はですね、なんで下半身太りをするのか、なんで下半身だけ太い人が多いのかについてなんですけど、トレーニングとか筋トレをする前にこれを知っておいた方がいいんじゃないかなと思ってね、今日はこちらをねしっかりみんなの頭に入れていきたいと思います。ひなチャンネル。そもそも下半身太りするのは血行とか骨盤の歪みとか水分の関係がねとても多くて、しょっぱいものを食べる方、しょっぱいの大好きな人いる？味濃いめとかね、でもわかるけど、これはね塩分を取りすぎてしまうと、取りすぎた分の体のバランスをね保とうとして水分を溜め込んでしまう。でその水分がむくみとなってしまって下半身太りをする。あと脂っこいものが好きな方は血液がドロドロになって血行が悪くなってしまうっていうのと、あとねお酒を積極的に摂取している方、お酒を飲むとですね利尿作用が働いて水分不足になるっていうことは、結局もっと水分を飲んでむくんでしまう。でそれを放っておくと、まあ、老廃物と脂肪がこうくっつくとセルライトになるので、セルライトが増えていくということですね。あとは、まあ、下半身の筋肉が少なくて、下半身が第二の心臓って言われてるくらいねポンプとなってるんですね。筋肉が少ないとその血管を心臓にグワッて送ってあげる力が、ね、弱いっていうことなので、その役目ができなくて冷え性になる。でその冷え性になるとまた血行が悪くなって老廃物と脂質がくっついてセルライトになります。さらにそのセルライトを放っておくと血管を圧迫してもっと血行不良を起こして、もっとねそれでセルライトが増えてもう悪循環になります。骨盤の歪みもその血行不良と一緒です。あとは水分不足かな。水分不足になると血液がドロドロになるみたいだからね。なのでこういう場合は基礎代謝を上げたりとか、下半身を、ね、しっかり温めることが大事になってきます。ということで、じゃあどうやって基礎代謝を上げる、温めるっていうことになってくると思うんですけど、次回からね私がいろんなの試してあんま効果出ないなっていうのは切り捨て、そしてまた新しいのを取り組んでいろんな研究をしました。足痩せろ。それをね聞いたやつをみんなにね伝授していきたいので、よかったらみんなもね足痩せに悩んでる人を見てみてください。おまけ、今日のヘアレポイント見てください。じゃじゃーん、このネジネジ巻きでクスッと交差したんだけど、でね今ねこのピンが流行ってるらしくて、これ大きいんですよね。これをねつけてみました。ということで、いいヘアあれあったら教えてください。ではでは、おつひな、バイバーイ。